血を大量に出すとか。血は出れば出るだけいいでしょ。血が出なくても痛みが伝わる感じにしたいんだけど。内面的に？いや、外面的に。骨折るとか。あ、そう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 。だから素手で殺したい。今テレワークで社員誰もいないから今日はスキー使って、はい、頑張ってよ。ありがとうございます、遅れた、ごめん。おい、やっぱ宇野昌平って悪魔的に強そうだよ。わかる、かっこいい。勝った。実家の仕事がコロナで大変でさ、学費とか生活費とか全く払えなくなって、だから大学辞める。どうだった？お前のなんとかは霧島の。いいんじゃない？え、お願いしてみようよ。年は30くらい。もっとこう謎めいた人がいいよね。今回の作品には合わないよ。